ムゼンスク軍のマクベス夫人。ムゼンスク軍のマクベス夫人。作品29は、ドミートリー・ショスタコービチが1930年から1932年にかけて作曲した全4幕九話から構成されるオペラ。原作は、ニコライ・ディスコフの同名の小説、1864年執筆をもとに、作曲者がオペラ化したもの、台本はアレクサンドル・プレイスと共同で作成。 一作目の花に続いて作曲された第二作目のオペラで作曲者が二十代半ばに作られた力作である。しかし講述するプラウダヒハにより上演が禁止されたため、1962年に本作をカテリーナ・イズマイロバ作品114として改訂している。1930年1月に最初のオペラ花が初演された後、 当時24歳のショスタコービチは次なるオペラの題材を求めていたが友人のボリス・アサフィエフからニコライ・レスコフの中編小説ムツンスク軍のマクベス夫人を読むことを勧められたことが作曲に至る直接の契機であったただし作曲者は1920年代頃からすでにレスコフの原作を知っていたようである台本は前作花で協力した アレクサンドル・プレイスに再び協力を求め、共同で台本を作成した。作曲は1930年の秋に開始され、全曲が完成したのは1932年、当時26歳のことである。経過は以下の通りである。第四幕の完成後、1933年に初演のための準備が1年をかけて行われ、 1934年1月22日、レニングラードのマールイ劇場、ゲンミハイロフスキー劇場にて、サムイル・サモスードの指揮で行われた。初演は、成功を収め、レニングラードとモスクワの劇場では2年間で83回の上演を記録し、アメリカやアルゼンチン、西欧諸国、イギリス、スイス、チェコスロバキア、スウェーデンの各都市でも上演されている。 その性暴力の描写を含む内容に、アメリカの一部批評家たちは本作を、ポルノフォニー、寝出オペラなどと酷評し、時にスキャンダルにまで発展している。またクリーブランドでこのオペラを感激していたストラビンスキーも、リブレットは、憲悪感を模様させると評した。本国でも、従来のオペラとは異なる内容に戸惑い、賛否両論が起こったという。初演当時は、 大好評を博し、ショスタコービチの作曲家としての地位を揺るぎないものにした。前述のような批判もあったが、作曲者が表現せんとしたすべては、古くとも新しくとも、新鮮で、原始的な何かを体験するものとして見ることができ、折衷的な一貫性を持つ、生命力は、作品のすべてに説得力を持ち、ストレートに見せられる。1935年の中立飛公演の批評と、 幅広く人気を集めた。1936年1月初旬、レニングラードのマールイ劇場が客演先のモスクワにて本作を上演中、作曲者も滞在していた。時を同じくしてミネロービチイコールダンチェンコ音楽劇場でも本作をカテリー・イズマイロバと名前を変えて上演しており、ボリショイ劇場も前年の12月から本作を舞台にかけていた。 したがって、同年1月のモスクワでは、都合3つの舞台で本作が上演されており、同地は、ショスタコービチの作品一式に染まっていた。そんな折、1月26日に、ヨシフ・スターリンが側近と共に、ボリショイ劇場を訪れ、注目作である、マクベス夫人を感激した。劇場の関係者は、賞賛を受けることを期待して作曲者を、舞台裏に待機さていたが、 スターリンは第3幕の途中で席を立った。作曲者は不安に駆られつつ、別の演奏会のためアルハンゲリスクへ向かった。2日後の1月28日、共産党中央委員会機関紙、プラウダに音楽の代わりに、高頭無形と題する批判的な内容の無署名記事、プラウダ批判が掲載された。アルハンゲリスクで事態を知った作曲者は至って冷静であったが、 スターリンの激輪に触れたことで、作曲者の身に危険が及びかねない状況となったため、本作はレパートリーから外され、以後20年以上にわたり、事実上の上演禁止となった。上演禁止から20年目となる1956年に、ショスタコービチはこのオペラの改訂に着手し、カテリーナ・イズマヤ、聖作品114と、する改訂校を作り上げた。 この作品の上演許可は1963年に出され、その年の1月8日に、モスクワのネミロービチイコールダンチェンコ劇場によって、初演された。この改定版では打楽器などの刺激的なオーケストレーションは避けられているが、新たに書かれた最初の部分の感想曲などでは、ムゼンスク軍のマクベス夫人よりも優れた音楽的効果を発揮しており、歌詞も、 旧版の貴俗な言葉遣いが上品で刺激の少ない表現に書き換えられている。なお、演奏時間はほぼ旧版と同じである。題名や作品番号の違いなども含め、作曲家の諸井誠は、ムゼンスク軍のマクベス夫人は、カテリーナ・イズマイロバと同一作品ではない、とする説が、昨今では大勢を占めているようだとしている。 1966年にはこのオペラの映画版も制作された。内容は約2時間にカットされ、主役のカテリーナに扮するソプラノ歌手のガリーナ、ビシネフスカヤの演唱と、コンスタンティン・シモノフの式、キエフ歌劇場還元楽団による音源をもとに、プレスコで撮影された。演技は主役を除いて、すべて俳優によるものである。終幕を除き、本作の幕合いには、 小さな感想曲が挟まれているが、それぞれ基地に富んだ粒揃いの作品であり、作曲者によってオーケストラのための二つの異なった組曲が編まれている。前三曲、オペラの完成直後の1932年に編曲された。存在は長らく知られていなかったが、研究家のマナシールヤクルボフによってスコアが発見された。 三つの楽曲はすべて感想曲から取られており、音楽自体は五つの感想曲と同じである。演奏時間は約六分。前後曲。改訂後のカテリーナ・イズマイロバより編曲されたものである。演奏時間は約十七分。時と場所、19世紀後半のロシア中部の都市、ムツェンスクおよびシベリア海道。 カテリーナは裕福なイズマイロフ家に嫁いだが、意地悪なシュートボリスと、夫児のおびとの愛のない生活に、昇進の日々を送っている。製粉所の堤防が壊れたので夫は、外出、亭主が出て行くのに涙一つ流し寄らん。遺婚に亭層を誓わんか。とネチネチと小言を言い、製粉所の小麦粉を守るため、殺素材を用意しろ。と命じるシュートにカテリーナは、お前こそネズミ。 と殺意を抱く。そこへ、新しいゲランセルゲイが女中を手ごめにしようとして、大騒ぎになる。カテリーナはセルゲイを叱責するが、セルゲイは下心を抱き、カテリーナを押し倒す。それを見たボリスは、不倫者。息子に言いつけてやる。と怒る。その夜、遅く、カテリーナのもとに、セルゲイが忍び込み合姦する。カテリーナは、セルゲイの虜になり、二人は、 固く抱き合う。第三話幕開けの孤独を嘆くカテリーナの悲痛なアリアは極めて美しい。後半のレイプシーンは性行為を音楽で描写した有名な場面で作曲者の非凡な才能が伺われる。スターリンが激怒したのもまさにこの点にあった。ボリスが夜回りをしながらカテリーナに対する抑えきれない欲望を歌う。そこへジョージを終えたセルゲイが窓から逃げ出す。 ボリスはセルゲイを捕まえ、無知で打ち据える。驚くカテリーナや死も男たちに、ボリスは怒りに打ち震え、息子をすぐ呼びにやらせ、彼の好物であったキノコスープを作れと命じる。切羽詰まったカテリーナはスープに殺素材を入れる。ボリスは苦しみだし、臨重に立ち会った牧師に懺悔するが、カテリーナを恨めしげに指さして死ぬ。カテリーナは嘘泣きをして、 キノコによる食中毒と誤魔化す。再びカテリーナは寝室でセルゲートの王星を楽しむが、ボリスの亡霊に悩まされる。そこへジノービが帰ってくる。ジノービは不義の現場を抑え、カテリーナを川のベルトで打ち据えるが、セルゲイにより殺される。第1話のボリスの黒デスクなアリアと、聖教の司祭のシニカルなアリアが面白い。第1話から第2話の感想曲は、 パッサカリア形式の壮大なもので、舞台外のバンダも加わり、悲劇的要素を強調する。ショスタコービッチの優れた、還元楽法が聞きものである。カテリーナとセルゲイの結婚式が自宅で行われる。納屋にジノ童美の死体を隠し、何食わぬ顔をする二人。だが、酔いどれの農夫が死体を発見し、警察に通報する。二人は、結婚式の宴席で逮捕される。 この幕は全体的に短めで、農夫のコミカルな歌やバンダが大活躍する軽快な、怒りの日のパロディの感想曲、景観のユーモラスで、グロデスクな合唱と行進曲など、重苦しい劇の中で、息抜きの役割を持つ。なお、この幕を公共曲のスケレッソに相当するとする一見も、ある。カテリーナとセルゲイは K に服し、シベリアに流される。二人と流刑者たちは、 とある村の湖のほとりで休憩する。すべてを失ったカテリーナにとって、ただ一つの頼みは愛するセルゲイの存在であった。セルゲイに会うことができて、彼を慕うアリアを歌う。この旋律が、後の弦楽四重奏曲第8番に引用されている。だがセルゲイは心変わりし、別の助手、ソネートカと関係を持ってしまう。囚人たちに生やされ、カテリーナは絶望のあまり。 ソネートカを道連れに湖に身を投げる。役人は出発を告げ、囚人たちは物悲しい歌を歌いながら、船に乗り舞台を去る。ここは、ムソルグスキーの影響を受けた、ロシア色豊かな場面。特に、幕切れ近く、絶望したカテリーナが歌うアリアは悲痛そのもので、劇的なクライマックスを作り上げている。マクベス、夫人は、ラインの黄金にあたるものである。 これに続くオペラの女主人公は人民の意思派運動の女性となるだろう。このテーマが私の芸術施策と今後10年間の我が生活のライトモチーフとなる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。